埼玉県長瀞町にある長瀞です。私ここを何度も行きたいと思いながらとうとう今までご縁がなかったんですが、やっと来ることができました。この長瀞は荒川の上流にある渓谷なんですね。岩畳、岩の壁、その中を流れる静かな川面は写真の題材としてもとてもいいですね。秋の紅葉もいいでしょう。その緑もいいと思います。多くの人がキャンパス、絵を描くためにですね持って行って、たくさんの人が絵を描いていました。この長瀞、花の長瀞と歌にも歌われたんですね。その桜並木があります。花の時期にはお祭りもあって、昔は大変な人出だったんだそうですけども、土地の方にお話を伺いますと、今はもう王子の面影はないというお話でした。